ミリマスピーの皆さん、お疲れさんです。いや、運営さんの太っ腹にドヒャーってなってるプロデューサーサカポンです。はい、本日ですね、ちょっとさっきお知らせから見せましょうかっていうかがね、ちょっと不具合のやつなんですけど、前に一度ガシャで不具合が起きて、10連チケット1枚もらってたんですけど、さらに今回補填がありまして、でなんとプラス7枚、今回ね7枚ね無料10連チケットもらえたんですよね。で今日の無料と合わせて、で前の10連使っちゃってるから全部で80連できるんですよ、私ガシャ今日どうしようっていうかね、海民ねちょっと欲しいんすよね、欲しいなと思ってるんですよね。だから今日無料10連で、あとチケット最大70連できるんやけど、やってみようかな思ったんすよガシャ、まあそのガシャ内で来てくれたら、海見に来てくれたら嬉しいんやけどね。まあそう、聞けるもんでもないんでね。あれなんですけど、ちょっと今日ガシャやっていこうと思います。まずはね、無料10連から引きますよ、今日も。いや、ここのとこね、SS レア結構な割合で引いてるからね、ねえ、ちょっと、運はどうなるか分かりません。まあ、3日も2日連続とか、なかなか来ないから SS レア。まあ、やってるんだけどね。やってる時あるんだけどね。ね、今回はどうでしょうかね。ではね、無料10連。一期一会という気持ちを込めていきましょうか。運営さん、美咲ちゃん、小鳥さん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料10連。本日もありがたく引かせていただきます。ということで、行きましょう。1。2、3、4、5。さて、ちょっと海になってから聞いてみようかな。今日は来た、行きましょう。あ今日はカメラマンさんなし落ちてるかな。はい、あ、Sレアいっぱい、ちょっと見てみましょうか。はい、水木、制服シリーズ水木。エミリー。エミリー2連ちゃん。Sレアが、続きましての Sレアが。アイム鎌倉ですね。続きでエレナ、エレナからのウミレアのウミです、ウミミンです。続きまして、お、高根さん綺麗な着物続きまして、みなこ、続きまして、のりこ。さあ、ラストSレアがリオネーですね。あ、リオネ新規だった。リオネ新規だった。女の色気は武器にもなるのよ。あ、そうだそうだ、忘れてた。今回の、新規追加のやつですね。限定だったかな。あ、限定だったかな、この、リオネ。最近ね、長いことやってるとね、限定の、Sレアって誰がいたかとか、あ、新規追加の方ですね。だったかな。はい。新規追加のリオネ、ああ、忘れてた。あ、
こっち側は全部これで引いたことになるな。ということでね、ありがたいありがたい、無料チケット使っていきましょうか。はい、ということでね、1枚使ってみましょう。1、2、3、4、5。さあどうなるでしょう。まあチケットでね、いい結果残したことはあんまないんでね、どうなるでしょうかね。いきましょう。今みんなのいい表情早いし。ちょっと飛ばしますね、ここは。はい。ではね、もうチケット使いましょうか。ああ、5、1、2、3、4、5。さあどうなるでしょう。行きましょう。一期一会という気持ちで。今みんなのいい表情、みんなのいい表情多いな今日。ありがたいですけどね、このよいしょー。あー、スキップはい、こんな感じですねなかなかね、厳しいわ。では3枚目のチケットです。本日40連目。1、2、3、4、5。どうなるでしょう。いきましょう。早い、みんなのいい表情、これは多分ないな。あー、一瞬ここまでチケットで、うん、ダメだなこれ。今日運落ちてる多分。では次行きましょう。1、2、3、4、5。はあ、ではお願いいたします。上さんありがとう、この無料チケットありがたくね。みんなのいい表情微妙。あー、 S レア多いけどスキップね。はい、あ、制服シリーズのさよこ新規です。よかった。これでいいのかな。もっとアイドルらしく見せるには。あ、プロデューサー、気づいたことがあったら言ってください。アドバイスよろしくお願いします。はい、って感じですね。よいしょー。あー、やっぱきついね。やっぱ私チケットの相性と悪いんかな。じゃあ次行きましょう。1、2、3、4、5。行きましょう。今楽しそうなところがきつい。はい、スキップ。はい、こんな感じでしたね。あ、担当のミヤいるわ。ミヤいるからね、まあ、救われた。ではね、うん、行きましょうか。1、2、3、4、5。行きましょう。よいしょ、楽しそうなところもういや。お、入ってる。でも、あ、2枚入ってる。入ってる。あ、でも今の感じでは、ロード入ってくれたらいいんやけどね。では1枚目、エミリー。さあ次は SS レア。さあ、ロード入るか、ロード入らないか。はい。は
入らないっすね。あ、これはマミでした。マミ2枚だけど、捕まりません、捕まりません。あ、さっきのロードの長さからね、かぶってる可能性ありますよね、2枚とも。祭り姫、うん、志保、アミ、続きまして、ちはや、まこと、エスレアが、ひなたちゃん、さあ次です、次です。さあどうなる、どうなる。ロード入るかな、ロード入るかな、ロード入るかな、ロード。入った、入った、入った、入った。よっしゃ、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 よっしゃ。さあ誰が来る。頼みます、頼みます。本当に。あ、これは。あ、ミヤ来たー、やったー。あー、これ。ミヤの工場のやつです。この前追加されたね。俺ミヤ欲しくって、もうちょっとね、ジュエルの関係で引けなかったっすけど。わ、やった。思わぬところで俺ミヤ引いた。ミヤ欲しかった、ミヤですよ。もうこれ、クリスマスの時に追加された。うん。かわいい、ほんとかわいい、担当かわいい、俺の担当かわいい。やった、ある意味はやったわ、やったわ、ある意味やったですよ。最後はコットン派ですね。いや、担当引けただけでもこれ嬉しいっすよ、ほんと。可愛くできました。ではね、いや、これはある意味嬉しいっすよ、担当ですから。ミヤ、ではね、さ、ラストチケットも使いましょう。まあ、さっきので運使っちゃったかなって感じなんですけどね。1、2、3、4、5、さあどうなるでしょう。みんなのいい表情。やっぱ厳しいね。多分使っちゃったな。はい、ちょっとスキップしますね。これはちょっと長い。はい、あ、新規ありましたね。制服シリーズのミキです。あ、よかった。まあチケットも、まあ担当が来てくれただけ嬉しいっすよ、ほんとほんと。まあね、まだ無料期間もね、あと、明日、今日の明日、明後日、しあさってまであるんで、で、まああと計3回は弾けるんでね、ね、頑張っていきたいと思います。うん、ということでね、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。
またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。またね、私が主催してるラウンジ ゲーム内ラウンジです。誰でもウェルカムなラウンジ、随時メンバー募集しております。説明欄にラウンジ ID 書いておきますので、もしよろしければご入会の方お願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。